境トンネル多重衝突炎上事故とは1988年7月15日21時20分頃、広島県埼近郡吉和村と山形群津,津賀村に、またがる中国自動車道の境トンネル上り線で発生した多重衝突事故を起因とした車両炎上事故である。この事故で5人が死亡、5人が負傷、さらには事故後に、 行方不明となっていた関係者の男性が自殺するという惨劇になった。トンネル内部は急カーブとなっているため、後続者による事故の発見が遅れ被害を拡大させることになった。また、トンネル火災事故としては1979年7月11日に発生した日本坂トンネル火災事故と並ぶ第3次として当時話題となった。 1988年7月15日21時20分頃、中国自動車道境トンネル内、上り線372.5キロポスト付近で、普通乗用車や大型貨物車等、関係車両10台が絡む多重追突事故が発生した。普通貨物車 A がトンネル入り口から約190メートルの地点に、追い越し車線と走行車線を塞ぐように、停止しているのを、 大型貨物車 B が発見し、衝突を回避すべく減速した。その後、後続していた大型貨物車 C が、ほぼ停止状態の大型貨物車 B に衝突し、その反動で、大型貨物車 B が押し出され、普通貨物車 A に接触した後トンネル壁面に衝突して停止した。追突した大型貨物車 C は追い越し車線上に停車した。さらに後続してきた普通貨物車 D が、 走行車線に停車している大型貨物車 B を目前で発見し急ブレーキをかけたが間に合わず大型貨物車 B に衝突して停車した。その後、普通乗用車 E と普通貨物車 F がさらに遅れて普通乗用車 G が侵入し前方の停車車両に気づきそれぞれ停止した。普通貨物車 F は急ブレーキによりスピンしながら逆向きになる追い越し車線上に また普通乗用車 G は、事故車両の最高尾から約50メートル後方に停止した。この時点で衝突による火災は発生しなかったが、大型貨物車 B と普通貨物車 D によって進路が塞がれ、トンネル内は完全に通行不能となった。それから5から6分遅れて、大型貨物車 H、I、J の3台が一段となって、それぞれ100時速110キロメートルの速度、 単管、距離40から50メートルで持って次々とトンネル内に進行してきた。先頭の大型貨物車 H は減速することなく、普通乗用車 G を押しつぶし、一体となって前方の事故車群に突っ込み、普通貨物車 A、普通貨物車 D、普通乗用車 E へ次々と衝突して停車した。後続の大型貨物車 I、J も H に続くような形で追突した。 この際、車から不利車線上にいた普通乗用車 E、普通貨物車 F の運転車、普通乗用車 G の同乗車が跳ねられて即死した。追突によって、普通乗用車 E、G は原形を止めないほどに潰されてしまい、G の燃料タンクが完全に潰れた瞬間、炎に包まれ、周りの事故車両に相次いで炎症していった。これにより、 車内から脱出できなかった普通乗用車 G の同乗車、大型貨物車 J の運転車が火災により消失した。この一連の事故の後、トンネル内に侵入してきた大型貨物車 K は前方の事故に気づいて停車した。火災により煙がトンネル内に充満してきたため出口に向かって後退を始めたが、 火災による熱風で運転を継続することが困難となり、やむなく K の運転者は車両を放置してトンネルを脱出した。この事故により5人が死亡、5人が重軽傷を負い、一部焼損した大型貨物車 B を除く10台が全焼した。大型貨物車 K は事故現場から約100メートルほど離れていたが、火星により延焼し、積み荷の牛13頭が焼死した。 境トンネルの堀線は459メートルと短いトンネルのため、道路トンネル非常用施設設置基準にて5段階に分けられた等級区分のうち、下から2番目の C ランクであり、長大トンネルのように給水線やスプリンクラー、強制排気装置等は設置されていなかったが、基準に準じた設備が設置されていたので、非常用設備に不備はなかった。事故当時は、 トンネル直前に非常用警報装置が設置されており、事故発生から5分後の21時25分頃に、トンネル内にある押しボタン式通報装置が押された際、それと連動して非常用警報装置が作動したことにより、サイレンが断続的になり、情報版に設けられている赤色ランプが点灯。トンネル情報版に侵入禁止、事故と表示がなされ後続者が、 トンネル内に侵入しないように侵入禁止を告知した。しかし情報板が作動する前に、すでに通過していた上、事故を知らないで急カーブによる見通しが効かないトンネルに減速しないまま侵入したことで、最初の事故より被害が拡大、死傷者と火災が発生するという悲惨な結末になってしまった。境トンネルのぼり線の下り勾配3.9%。 半径610メートルの右カーブだけにとどまらず、境トンネルが下り坂に差し掛かってから1.5キロメートルに位置するトンネルであることが間接的な原因でもある。長い上り坂で減速走行を余儀なくされた大型貨物車などは、上り坂での遅れを下り坂で取り戻そうとする心理状態が働き、下り坂になった途端に加速を始め、 速度制限を無視した高速走行の状態になった頃、下り坂で右カーブの見通しが悪い境トンネルに到達する。トンネル侵入直前に大型貨物車 H は下り線を走る大型貨物車とパーソナル無線で交信を行っていたが、この交信相手の大型貨物車は事故の発生直後に境トンネルを通過したばかりであった。しかし境トンネルは上り線。 下り線が完全に分離していて、大型貨物車の運転車は上り線で発生した事故を全く知らないまま通過していたため、大型貨物車 H に事故の情報が伝わることはなかった。大型貨物車 H は約時速100キロメートルでトンネルに進入、走行車線を30メートルほど進んだところで、前方に普通乗用車 G を発見した。その距離はわずかに約50メートルであった。 ところが、実は、大型貨物車 H の運転者が見た前車とは、普通乗用車 G のさらに50メートル前方に停車していた大型貨物車 C であった。彼には普通乗用車 G は、愚か大型貨物車 C の後方に停車していた、普通貨物車 F すら見えていなかった。それどころか、大型貨物車 C が停車しているか、走行しているかの判断すらできなかった。しかし、 大型貨物車 H は、大型貨物車 C が追い越し車線上にあり、走行車線へ頭を出していることを確認し、この間を通り抜けることができると思いそのまま進行したが、路上に人を発見し、ここでようやく急ブレーキをかけ左にハンドルを切った。この前に何か衝撃を感じたが、大型貨物車 H の運転者は何によるものか、事故後まで全く知らなかった。 普通乗用車 G を押し潰し、さらに普通乗用車 E が完全に潰されたことなどは想像もしていなかった。大型貨物車 C は普通乗用車 G と比較して、一際目立つ存在であったこと、大型貨物車の視点が乗用車の高さよりも上であること、あるいは高速道路での大型貨物車の前方視点の距離などが停止している普通乗用車 G を発見できなかった。 理由として挙げられる。また、トンネルの右カーブによって、前方の事故の発見が遅れたことも想定されている。しかし、ここでも運転者が持つ運転継続の意思が極めて強いことが示される。大型貨物車 H は、大型貨物車 C、普通貨物車 F の左、すなわち、走行車線を通過できると判断し、ブレーキもかけずに普通貨物車 F のところまで進行し、 ここで普通貨物車 D の後方に人を発見、やっと急ブレーキをかけたというのである。前方に事故が発生していても通行不能であることを認識するまでは10メートル、20メートルでも目的地に向かって進もうとしているかのように見られる。このように運転者の事故判断による安全な停止を期待することが困難だとすれば事故の発生とその規模をできるだけ迅速に知らせる必要がある。 一般の高速道路であれば事故は発生と同時に対向車によって発見される。また、後続車両においてもその車間距離が十分であれば、前方の事故は容易に察知できる。しかし、トンネル内の事故では直前の情報板等を見ない限り、後続車はトンネルへ入らないと事故が発生したことさえわからない。後続車が事故の発生を直ちに発見できない環境が、 偶発的な玉突き事故を多重衝突事故へと拡大させた上、運転者の運転継続意志の強さがさらに悲惨な大事故を引き起こす原因となってしまったのである。21時27分頃にトンネル出口付近にある非常電話から交通管制室へ事故通報がなされ、21時30分に交通管制室から管轄の山形西部消防組合消防本部に 堺トンネルの防利線内でトラック3から4台が燃えており、怪我人がいるとの通報を。この通報を受け、21時31分に水槽付けポンプ車1台と救急車1台を出場させた。また堺トンネルには消火用の推理を得られる場所がなく、自動車道外からの中継が必要なために、非番職員の招集を行い、追加でポンプ車を出場させるよう本部へ要請した。 出場した2台は、都合内インターチェンジから下り線へ進み、境トンネル手前に近づくと、中央分離帯のフェンスを引き抜き上り線側に侵入。通報から17分後の21時47分に、出口側に到着する。トンネル出口付近に負傷者1名がいたため中の、様子を聞きトンネル内に侵入した。事故車両手前約50メートル付近に近づくと、 大型貨物車 B が進路を塞ぐように停車しておりその後方に炎を確認した。その際普通貨物車 D から手を振って助けを求める男性を発見したが足が挟まれていて脱出ができない状態であり救助資機材の必要と判断し運転席へ迫りくる炎を放水および備え付けの消火器で炎症防止を行いつつトンネル内は無線俯瞰地帯のため直ちに救急車を 出口まで引き返しさせて本部に、資機材運搬車と地元の筒賀村消防団等の応援を要請した。到着を待つ間も、要救助者を迫り来る炎から守るため先着隊は、炎焼防止に努めた。資機材運搬車が到着後、直ちに油圧スプレッダーを使用して挟まれた運転車を、救出し救急車に、収容、22時16分に、原発死出口付近にいた。 最初の負傷者も収容、掛け調律病院へ搬送した。救助後は防御体制の再確立を行うために中継送水を待つとともにホースを逆延長しながら水槽付きポンプ車を出口まで交代させた。トンネル入り口側からも状況確認を行うため搬送車を向かわせると入り口から黒煙が噴き出しており、約70メートル先に火災が小さく見える状態であった。 このため非番招集員で構成されたポンプ車と消防団の一部をトンネル入り口側に向かわせて推理部署するよう要請した。22時11分入り口側にポンプ車が到着した立ちに推理部署が進められ、30分頃に消防団も到着し、国道186号線沿いの筒賀川から推理を得て、 36分に中継放水が始まり、トンネル入り口側からの消火活動が開始された。農園熱気中のトンネル内を空気呼吸器装着の隊員5人で最後尾の大型貨物車系の火災を、消火、ホースを延長しながら引き続き消火活動に当たった。22時43分にトンネル内火災により呼吸器の増強と消防活動の支援として電源証明者の応援を、 広島市消防局に要請した。これを受け、広島市消防局朝北消防署より、救助工作者が、同じく浅南消防署より、大型電源証明者が出場した。一方トンネル出口側では、22時55分頃に、要請した道路高段の大型散水車が、到着、再びトンネル内に侵入し、散水車からの受水により22時57分頃より、 出口側からの放水を再開した。23時に消防団からの送水も始まり、待機していた水槽付きポンプ車へ中継送水が開始され消火活動強化がなされることとなった。同時刻、入口側に避難していた負傷者3人を救急車に収容し、都合地調律病院へ搬送した。23時45分頃に応援要請した広島市消防局の救助工作者と、 大型電源照明車が入り口側に到着したことで、防御隊を再編しトンネル内に再侵入、入り口側と出口側から攻撃し、翌16日0時10分頃に火星鎮圧25分頃に鎮火に至った。以降は、車両引き出し及び現場検証時の再燃防止の警戒等により、出口側に水槽付きポンプ車以下5名を残し、 活動が終了した部隊は撤収作業に入り順次、起所し、8時に撤収完了としすべての消防活動を終了した。出場した車両は応援の筒が村消防団や、広島市消防局を含めて18台、人員は141人に上る。当時の山形西部消防組合消防本部の 消防職員数は42名であり出場した。職員は38人とほぼ9割が配備されている。消防車両も12台中10台が出場した。高速道路では日本ザカトンネル以来という悲惨な大事故を適切に処理するため、広島県警察では早期に捜査体制を確立した。まず事故発生直後の七月十五日十二時三十分、高速道路における 重大案件発生に伴う初動措置に基づいて交通部長を長とする現地対策本部を高速隊と歩地分駐隊に設置した。続いて7月20日に警察本部内に本部長を長とする総合対策本部を設置した。高速隊にあっては、当津都務員の中から警部補二人を含む18人の捜査専従班を編成して日勤勤務員にさせた。 残ったトーツトムリンは2交代制とするとともに、被判員は日が暮れるまで実況見分等の捜査を応援に当たった。消火活動の進展によって明らかになった関係車両11台のうち6台はナンバープレートが火災により溶解してナンバーを読み取ることができなかった。このため、車体番号から車の所有者を割り出し、乗車人員や危険物等の積み荷の状況を 解明することになった。しかし深夜のことであり、またレンタカー等もあったためその解明には長時間を要した。苦労の末に明らかになった関係者は14人と分かったが、現場では13人しか確認ができなかった。遺体が渦漏れている可能性があるため、事故現場に積もった瓦礫を幾度となく掘り返して捜索したが、結局発見には至らなかった。 当初普通貨物車 A の運転者とされていた遺体は別人であると判明した。これにより確認が取れていない人物が普通貨物車 A の運転者と分かったが、依然として行方不明のままだった。そのため、無事に脱出した可能性を考え付近の民家を中心に聞き込み捜査を行ったが、行方や手がかりをつかむことはできなかった。 そして20日午前頃から機動隊を動員した約120人体制でトンネル周辺の山林を捜索したところ13時40分頃にトンネル入り口から北約50メートルの国道186号線北沿いを流れる筒川へ下る斜面の深い茂みの中で植物の鶴を使い首を釣って亡くなっているのが発見された遺体の状況から死後数日が経過しており 事故が起きた15日夜から翌日16日の間に自殺したものと推定される。事故を起こした責任を感じ自殺したと思われているが、遺書等の遺品は見つかっていない。また、背格好や服装が似ている男性がトンネル入り口へ大きく手を振りながら走り出す姿が目撃されていることからトンネルに入ってくる後続者を制止しようとしたものと見られている。 1990年3月に広島労働基準監督署はこの自殺を労災と認定し遺族労災保険保障年金を男性の妻に支払うことを決定した。異臭が充満し照明が消えて真っ暗いトンネル内で繰り返す実況見分には苦労が絶えなかった。警察の投稿機では高度が弱すぎるため1000ワットのハロゲン球4機を装備した。 移動式投稿機を2台リースした。また、スリップコンなどの痕跡発見のため、濡れた路面を温風機3台を用いて少しずつ乾燥させた。この多角車両の位置関係を再現するために、原寸大の木枠11台分を作り、人の代わりにマネキン人形を使うなど、隊員のアイデアでその場その場を切り抜けて行われた。今回の事故では、 関係車両10台が5から6回の追突を起こしているものの衝突形態が複雑な上車両の多くが原型を止めないほどに大破及び消棄していることから衝突実態の解明には困難を極めた。こうした中科学警察研究所からの指導を受け車両の付き合わせを行い一部の運転者の供述や実況見聞から想像される 衝突形態に車両を付き合わせることによって衝突実態の大部分を解明するに至った。こうして解明された衝突実態を分かりやすく解説するために自己再現シミュレーションの制作を行った。事故現場や車両の位置、100の模型作りからビデオ撮影まで全て隊員の手持ちの資機材を駆使して苦労の末に制作された。このビデオは後に 広報用として編集され運転者教育に有効に活用される方針となった。事故から1年余りの捜査を経て、業務上過失致死罪で3人、道路交通法違反で3人を立件して、捜査は終了した。事故発生以後、中国自動車道の上り線では、通行を止め規制が継続されていた。しかし、長期間にわたる通行止めは、あらゆる面での影響が大きいことから、 迂回誘導の処置が急がれた。このために車線ある境トンネルの下り線を利用して対面通行させることとした。早速、道路公団は中央分離帯を90メートル切り開き、下り線の中央へレーンディバイダーを設置して、車線の分離を行うとともに、車線すりつけ部へ道路照明24機を設置した。一方、 警察においては対面通行区間 3.2km を追い越し禁止規制とするとともに、最高速度を時速 40km に制限して、事故から3日後の7月18日午後1時より、下り線を利用しての対面通行が開始された。事故が発生した上り線のトンネルは、実況見聞等の捜査活動が終了した8月9日に、道路公団側に引き渡された。 復旧は日本坂トンネルでの復旧工事の例を参考とし、試験及び工程の検討を行った。そして引き渡しが行われた9日の夜から復旧工事を着工した。工事工程の設定はトンネル内での上下作業に関わる危険防止、資材搬入用車線幅の確保及びコンクリート舗装の要請期間に留意した。旧本の期間においては、 交通が混雑することにより、一般車両に混じって資材を搬入することが困難となり、また作業員の確保と資材の入手も困難となることから14日から19日の間は一部工程を、除き工事を休止することになった。復旧工事は昼夜に交代制で実施され、31日には交通安全対策を含めたトンネル内の復旧工事が完了。 翌九月一日正午より、上り線トンネルでの通行が四十八日ぶりに再開され全面復旧した。境トンネル多重衝突炎上事故後、高速道路の全トンネル四百六十四本を対象として、事故発生状況、道路の線形、勾配、交通安全設施設の設置状況及び走行実態等について、高速道路交通警察隊と道路管理者による、 合同点検が行われた。点検の結果、103本のトンネルが抽出され、より一層の安全対策を強化を行うべく、交通安全施設の整備を実施することになった。重大事故になった、境トンネル多重症突炎上事故の再発防止対策は、警察と道路管理者である日本道路公団とで協議を繰り返し行った。その結果、実施された、 交通安全対策は以下の通りである。トンネル手前での減速対策色彩による視覚の変化及び段差による体感の変化によって減速効果を図るためにトンネル手前 1km の地点、同じく 500m の地点の2箇所へ白装舗装を行った。白装舗装の区間はそれぞれ 150m、100m とした。 トンネル手前での車間距離保持対策トンネル手前までに適正な車間距離を確保させるためにトンネルの手前700メートルの地点に車間距離確認表示板の設置を行ったトンネル線形の明確化対策トンネル内のカーブ線形を明確にさせるためにトンネル内に視線誘導板を設置するとともにデリニエーターを増設したトンネル入り口の明確化対策トンネル入り口を 明確化させるためにトンネル入り口の両側に大型のデリニエーターの設置を行った。またトンネル入り口にある両側のガードレールへ100メートルに渡ってサイドガイダーの設置を行った。運転者へ注意喚起を行うためトンネル入り口の手前へ、下り坂、高速注意、追突注意、車間距離を十分に、点灯等の大型看板の設置を行った。 さらにトンネル入り口の上側に安全は速度と注意と車間距離の懸水膜を掲示した。7月15日の事故から1年余りが過ぎた1989年8月27日20時30分頃、境トンネルのり線の同じ場所で再び多重衝突事故が発生した。天候も昨年と同じ雨でトンネル内は一面が濡れていた。 事故の形態も似ており、トンネル内で単独事故を起こしたトレーラーが追い越し、車線上に停車、これを発見し停車した大型貨物車へ普通乗用車2台、大型貨物車1台、普通貨物車1台が、次々と追突したものである。幸いなことに、今回の事故では、火災が発生しなかったため、昨年の事故のような大惨事には至らなかったものの、1年が経過した間に、 同じトンネル内で同じような形態の多重衝突事故が発生したことは眼下できないも大事であった。このため、境トンネル上り線での交通安全対策を見直すに至ったものである。境トンネル上り線の第二次安全対策は1990年9月11日に文書をもって日本道路公団へ要請され、日本道路公団において、 実現に向け検討されている内容は以下の通りである。トンネル内への大型のカーブミラーの設置カーブで見通しが悪いトンネル内において停車車両等の障害物を早期に発見するためにトンネル中央部の視線誘導板約100メートルをミラーに変更すること。白装舗装の実施下り坂になっているトンネル内上り線のスリップを最小限に抑えるために トンネル内の路面全体を白装舗装にすること。トンネルに入る前の減速対策として、上り線のトンネル手前に設置した白装舗装を下り坂が始まる地点まで延長すること。大型警戒標識の設置トンネル内の道路線形を早期に知らせることで、速度抑制させるために、トンネル入り口の上部へ急カーブ、速度落とせの大型警戒標識を設置すること。 トンネル入り口の舗装の溝切りトンネル内が下り坂のため、雨天時に雨がトンネル内に入り込んでくるのを最小限に抑えるためにトンネル入り口へ道路を横断する溝切りを行うこと。自動速度測定警告装置の設置トンネル手前で減速させるために速度超過の車両に対して電光文字で警告表示する装置を設置すること。 赤色回転灯の設置トンネル手前で減速させるためにトンネル入り口の両側に大型赤色回転灯を設置することパトカーの駐留監視場所の設置トンネル手前で減速させるために約500メートル手前にパトカーの駐留監視場所を設置することこれらの設備は順次設置整備され現在も一部を除き設置されている下り線に比べてトンネルまでの道のりに 標識や道路表示が多いのは、この二度にわたる安全対策によるものである。事故発生から2年後の1990年9月17日20時頃、同じ境トンネルのり線の出口付近で、普通貨物車が走行車線に横転、事故に気づいた後続の大型貨物車3台が、次々と停車した。さらに、後続の大型貨物車が普通乗用車に追突し、 次々と前方の車両に玉突き衝突した。この後、普通乗用車の後方付近から出火し、普通乗用車前後の大型貨物車に炎症拡大した。この事故により、普通乗用車の運転者が車内から脱出できずに消し、貨物車の運転者2人が重軽傷を負った。また大型貨物車と普通乗用車が全焼、大型貨物車1台が部分焼きした。 幸い事故が起こった場所がトンネル入り口付近であったため、後続車がトンネルに侵入して、さらなる多重衝突事故に発展する事態は防がれた。消火活動中、大型貨物車に危険物標識があり、積載物が爆発を繰り返したため一時放水が中断されたが、この爆発は積み荷であった缶ジュースが熱膨張により破裂したことが判明したため、 放水を再開し事故発生から1時間40分後の21時40分に沈下した。事故当時は雨が降っていたため、普通貨物車が運転を誤りスリップしたものと見られている。ありがとうございます。